プイは、デカン高原に位置するインドマハーラアシュトラ州、プイ県の都市。同州で2番目に大きな都市。植民地時代に付けられた英語名称、プーナも以前は公的な名称として併用されていたが、1999年に、現地マラーティー語での名称、プイが公式名称として採用された。現在でも、プーナの名称は非公式ながら広く使われている。 プネーの街並み一望プネー2010年の都市的地域の人口は493万人であり、世界第60位、同国では第8位である。海抜600メートルの高原にあるため、大都市の富裕層の避暑地として発達した。金融と経済の中心であるムンバイの南170キロメートルに、位置し、インド国内の各主要都市と、空路、鉄道、陸路で結ばれている。 街の40%が緑に覆われ、インドで最も緑の多い街の一つであり、インドで最も安全な都市とも言われている。18世紀には、ムガル帝国に代わって、インドの覇権を握ったマラーター王国の最小府があった。英領時代から、東のオックスフォード、インドのオックスフォードとして知られる、教育、研究の中心地で、インドで最も多くの研究機関が存在する。 多くの有名な研究施設や高等教育機関があり、インド国内のみならず、世界中から学生が集まる。プネー市内には、インド最大の科学コミュニティが存在している。また、工業やビジネスの中心でもあり、IT 産業を中心に、インドで最も目覚ましい発展を遂げており、多くの IT 産業やソフトウェア開発会社の本部がある。市内に、 国際レベルの教育施設が立地することから、インド政府は、プネーを IT 開発の中心的都市と位置づけた。ハイテク機器のバンガロールと並んで示され、近年は東のシリコンバレーと言われている。PC の家庭普及率は、インド全国1位で、インド国内での生活水準の高さを示している。20世紀前半に、ヨーロッパに影響を与えた、新ピカのメオヘルバーバーが過ごした。 また、マハトマガンディが一時期監禁された場所でもある。詳細は、プネーの歴史を参照。大都市地域における自治都市として、ピュンミュニセプルコーポレーションがある。日本では単に、プネー市と表記される。東のオックスフォード、インドのオックスフォードとして知られる、学術都市。2008年には、オックスフォード大学のジョン・フット学長が、プネー地区のラバサに、 同大学のビジネスコースに所属するオックスフォードユニバーシティ・インディアビジネスセンターを設置すると発表した。オックスフォード大学が海外に施設を置くのは800年の歴史の中で初めてのことである。ウイビシでは企業経営のマネージメントプログラムを開設し、教授陣もイギリスからマネクトのこと。国立レベルの研究開発センターはじめ NCL トロピカルミティラロジー。 ドルド TCS 以下などの研究機関がある。インドで最も権威がある IT 研究開発機関である CDAC の本部もプネイ市内にある。プネイは熱心な者たちが崇高な目的のために集まる巣箱としてマハトマガンディに評された。1857年には気象庁がシムラーからプネイに移転した。大学は 名門のプネー大学以外にも17校の工科大学があり、毎年数多くの IT エンジニアを世に送り出している。宗教行事1000年もの歴史を持つプネーは、マハーラーシュトラ州の文化的首都とも呼ばれており、要塞跡や宮殿、庭園など多数の名所がある。新ハガド要塞、ケールカル博物館、アーガーハーン宮殿、パールバティ寺院。 シャニワールワーダー宮殿跡などが有名である。祭典では8月末または9月初めに行われるガネーシュフェスティバルが有名。満月を最終日として10日間行われる。もともとは大きなフェスティバルではなかったが独立運動に際して人々が集まるための方便としてインド国民会議派、初代議長のティラクにより計画的に大きくされた。インド独立後も 大きなフェスティバルとして続いている。20世紀の神秘家として知られるお尚が多くの期間をここで過ごし、肉体を離れたお尚コミューンがあり、現在観光ルートの一つになっている。インドのパールシーのほとんどがムンバイ、またはブネイに暮らしている。三つほどのゾロアスター教の寺院があり、ゾロアスターが点火したと言われる炎がイランから持ち運ばれて燃え続けている。 異教徒は寺院に入ることはできない。ゾロアスター教徒はビジネスで成功している裕福な階級が多く、ムンバイとプネーの両方に家を持っている人も多い。バドミントンは植民地時代にプネーで行われていた川の玉をラケットでネット越しに打ち合う遊びをイギリス人が本国に紹介したのが起源とされる。プネーはコナダムの周りの地震活動が活発な地帯に非常に 近く位置している。プネーはその歴史の中でいくつかの中程度の震度と多くの提供度の地震を経験した。プネーで発生した震度3.0以上の地震を以下に示す。インドの他の都市同様、夏季漁記、雨記の3つの季節に分かれている。繁華街市内を走るバスと力車。ありがとうございます。